祝いますか YouTube からお送りしています。週刊ウニュです。よろしくお願いします。そして今日は豪華に3人いるということで、じゃあ皆さん、自己紹介をお願いします。インフォの三好です。よろしくお願よろしくお願いします。はい、天童です。よろしくお願いよろしくお願いします。じゃあ動画がいくらかできつつあるということで、じゃあ見ていきましょう。じゃあ三好さん、よろしくお願いします。はい。これ違う。こっちから。はい。これ岩井さん。これが岩井が、まあ、普段のながらの二次元で作ったやつで、あとで YouTube の、リンクは概要欄に書いておきますが、これはつまりで言うと、正三角形が、どっか止めてもらえますかね。はい。そうですね。正三角形が、このまあ赤を中心に見ていくと、正三角形が全部で3つあって、その中を、赤が30%、白がまあ70%で分けてるわけですね。で、それがぐるぐる回って、まあ、絵的には万華鏡のように、何回対称になるのかな、1。あ、まあ、6回対称ということになりますかね。つまり、表面を入れてですよね。鏡面入れて6回対称ということになりまして、あんまりそういう表現はしないけど、まあ、しないのか。だからこれ、正三角形の半分の、万華鏡なんですね。正三角形の、半分、60度、30度、90度。鏡で言えば60度に合わせた時のやつですよね。だから普通の万華鏡ですか。いやいや、普通じゃなくて半分ですよね。半分？うん。普通の万華鏡、普通っていうのは60度の、60度、60度、60度の万華鏡はこれになりませんか？いえいえ、違います、違いあれ？違った？ます。半分。半分？半分の中で直線が回ってるんで、じゃないと、六角形にならないですよね。そう？まあ、普通、三角形でも六角形、いや、三角形というか、60度の、正三角形でも六角形にはなるけど、あれ？正三角形で作ったよ、これ。あれ、正三角形で作ったんですか？ほら、ワインのグラスの中みたいだねって、あれですよ。ああ、そうか。前の直角三角形使ったやつとは違う。違うんだ。違あ、うんだ。なんかごっちゃになってました、言僕われても。みると私違いも。ます。2回目のやつなので、つまり、あれです。割と普通の万華鏡だと思いますよ。60度の。ああ、それでか。なるほど。そっか、それでも、仮数が全部偶数だから、こう、綺麗になるわけですね。失礼しそうました。そう、そうそう、普通ってのはあれですね。60度、60度、60度の万華鏡の絵になりますね、これね。です。もうこっちはやんないんでしたっけ？何でしたっけ？そっちって。60、30、90は。60、30、90はこの間やりましたけど、あれからそっなんか。か発展するんでしたっけ？そっか。だから、あっちでね、面積私もでやさ、るのかなとか。面積いってって、そういえば正三角形の時の面積いってって言ってましたね、確これか。はだから、言った三好通さりんに。のアイデア通りだよ、これ。言った通りになってた。言った通りにしましたよ。あれで、まあね、面積の30%、70%を、なんか、動かすという話だったんですけど、まだそれまでなんですけど。まあ、それは、おいおい、わかりやっまときしまた。すけど。はい。だいぶ混乱していました。ああ、で、これと似たやつの、まあ、立体版があるんですよね。
そうですね。そうですね。では、切り替え。これが天童さんが作ってくれたやつで。はい。あ、じゃあ天童さん、お話願いますか。はい、これもまあ、その、三角形の中で線を回して、で、色分けしてるわけなんですけど、球面を24枚かな。24枚の三角形に分けて、その三角形を2色に塗り分けてるという仕組みですね。なるほど。うん、つまり、まあ、大体で言うと、あ、大体、立方体の一つの面に三角形が4つあるような感じです。そうですね。あーはーはー。そして、鏡像もあるので、こんな感じということ。はい。なんか、あれですよね、鏡像がないやつの方が、あ、怪しげではありましたね。そうですね。まあ、こっちの方が綺麗ですね。元になったネタにはこっちの方が近いですね。あ、そうですよね。さっきとは近いですね。はい、三角形が。三角形が、まあ、正方形、あ、じゃないです。正三角形か、定規の直角二等辺三角形かという違いはあるけれど、ということですね。はい。で、これさらに、あの、色を、はい、取り替えっこしてるというか、ああ、なるほどね。してるので、どっかの瞬間、青くなるとこを追っかけていくと、うん、反対側が青くなるという。ああ、なるほどね。色も、はい、色も、うん、ローテーショナルにやってるんですね。あ、そうですね。なので、回転が、色変えない場合は、360度回転させないと、ループ、動画にならないんですけど、これは180度でループになるという。ああ、そうですか。ああ、それはなんかわかりますね。つまり、そうですね。まあ、あ、そうなのかな。何人はわかってるって。ああ、お、見てる人は全然わかんないのかな。あ、でも、あれですか。そう、あ、そうですよね。前、あの、岩井さんもなんか、半分でやろうとして、そうですね。半分できなかったみたいな、ね。180度で形一緒じゃんって思ってくっつけようとしたら、あ、色がくっつかねえやって。そうそうそう、それですね。それを、色を変えることによってくっつけてしまったと。はい、あ、なるほど。なんか、時間的にも対称性があるみたいな。ああ、なるほどね。感じが。もうじゃあ、ある種4次元ですね。そうですね。はい。あ、じゃあ今日は。すごくあの某アニメの人っぽい感じ。なんか色合いが。待ってくださいね。名前はチェックしました、ね。レリエルっぽいですかね。色合い的にはサハキエルでしたっけ。サハキエルっぽいんです。あ、なかなか素敵で。じゃあこれはあの、天童さんの YouTube にもあげるし、じゃあ岩井の方の YouTube にもあげたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はこんなところでよろしいでしょうかね。はいはい、じゃあ皆さん、はい、あ、じゃあ最後のご挨拶をお願いします。特に考えてないですけど。あ、ない。じゃあ終わりますか。あ、じゃあ、はい、チャンネルの登録と、いいねをよろしくお願いしますということで、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。